日本ハム新庄監督が水野復帰についてコメント。走れなくても一軍に上げようかな。日本ハムの新庄監督が負傷離脱中の水野について救援を辞退させない方針を明かした。水野は走塁中に右足首を負傷し、出場選手登録から抹消されて2軍でリハビリ中だが、ファン投票の遊撃部門で初選出が決定している。もちろん救援での復帰を目指しますよ。オールスターに出られなくても参加はしてほしいと、独特な雰囲気を経験させたい気持ちも口にした。水野はここぞの勝負、強い打撃と安定した守備力で前半戦のチームの快進撃を支えていた。すでに2軍では本格的な打撃練習を再開しており、新庄監督は走れなくても1軍に上げようかな、大丈夫だと思いますとコメントした。これにネット上では、水野の離脱が直接の原因ではないけど、彼が怪我で離れてから明らかにチームの成績が下降している、戻ってくるというニュースだけでも私たちは嬉しいし、チームにも活気が出るのではないか。低迷の要因が水野の離脱だけではないと思いますが、それほどいないと痛いです。無理せず完治してから戻ってきてね。ビッグシャウの申し子だと思う。サンキュー水野、フォーエバー水野。